けてんのかな。
Shadow in your heart, I'm gonna let her. The door is too dead, you know.
ちょっとあの静かな曲をやりましょうか。痛みのない空へ。
今日あの朝経済新聞読んでたらね、来年の抱負のベスト10みたいなの載っててね、あの皆さん来年はどんな抱負をお持ちでしょうか。え？四文字熟語、四文字熟語。あの地位がね、
なんか心機一転の、そうそうそう、みんないろいろ後悔することがあるんやね。ちょっとお前が言うな、しかし心機一転、お前が言うなだけだ。1位だけです。もう忘れた。2位がね、なんていうかな、悠々自適。あ、いいね、悠々自適。じゃあ、2位。喧嘩すんなよ、こんなのも。どこリビングのか、ちょっと後ろお客さんやる。めちゃ聞いてますか。リビング。じゃあ後半は悠々自適でいきましょうか。悠々自適、寂しい曲を思っちゃった。そして誰も見なくなった、あなたに俺を愛してくれたあの子も、夢から覚めた真夜中すぎ一人の部屋、残った古いビルに手を伸ばしたら、いくつもの子供を並べれば誰かが分かってくれるというのかは、見逃してくれるような思い胸にしまい込んで、ない壁を叩き、知れなあの頃の俺が歌っても、不確かな幻想が現実と、子供の頃から気づいていたさは、見逃したくなるような思い胸にしまい込んで、長い声を叩き、そ
んな説明でいいんですか。いいんです。今日は初めてここでやらせてもらったんですけど、エッセスさんで、はい、いい感じですね。いいお店でしょ。もう絶対帰れないみたいな。ここからは出せないみたいな。どこ行くの。そう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 。マスター村上さんは僕の同級生。あ、はい、同級生。山田さんは僕 の, あの後輩なんですよ。はい、そうです。たまたまね。はい、こんな感じでまたあのよろしくお願いします。はい、ちょっとスペインに行きましょうか。ちょっと、皆さんをスペインにいざなおうと思いますので。よかった、踊ってください。グラスはガラスです。いいよ。
次の曲は、淡々と進んでる。あの G ってね、あの言うんですけど、Facebook やFacebook まだ緊張してるから。あのその中でもあのちょっと歌をね、あの予告編みたいので入れたりしてるんで、次の曲もね、そんな、流れてるな。そうですね、2300回ぐらい、再生されてまして、ありがとうございます。うちの半分が今トイレ行ったら恐れて今1000回ぐらい行ってるうちは。半分以上身内でもいい。身内でも。あとあの、もしよかったらあの CD を作りましたので、もしよければですね、1枚。はい、あのどうぞ。ね、あの、投げ先生でいいんで。もしよろしければバンドの CD です。ドラムとベースの入った CD です。そうですね、はい、残念ながら次の曲は入ってないな。そうですね、これはその後に作った曲なんで、はい、曲はね、大体あのギターのボイ君が作って、歌詞とかもね、あの歌詞はあの任せてもらって、お伺いてるんですけど、大体その曲のイメージというか、彼が何を言いたいのかっていうのをね、あの考えながらいつも詩を作ったりするんですけど、この曲はもう最初にタイトルができててね、ギアって何なんやろって。そろそろ君が失恋する頃かな。そんな感じの歌を歌いたいじゃないかと。はい、読んできてますけど、はい、いや、そんな感じでタイトルができたという。タイトルからできたというか。Thank you.
でできたか聞かないでそこは聞きません。そこは聞かない。君にね、いい言葉をこの前見つけてね。何ですか？一心一体とか。ちゃちゃちゃ。よう聞きや。はい。男と女は。男と女は誤解から愛し合い、理解して別れる。反応してる。反応してる。もうちょっと考えるわ。ジランボーに言うたらめっちゃ感動してたんだけどな。そうか。やば、今アイドル。寒雪見にね。そこはちょっと共感したかもしれない。じゃあ行きますかね。Don't leave me alone。Thank you.
今日はあの、ソウルゾーンさんの、長谷川さん、まあまあ彼もギターでやってたんですけど、に呼ばれて、オープニング楽曲でやらせてもらったんですけど、最後、次の曲が最後なんですけど、最後の曲は、そのソウルゾーンの、ベースの磯貝さんにちょっと助けてもらって、皆さんのよく知ってる歌をちょっと一曲やりたいと思います。一緒に歌おう、皆さん一緒に歌えるような歌なので、手拍子で。ちょっと難しいじゃあ、磯貝さんお願いします。はい、みんな拍手で。みんな同じです。長谷川と磯貝と黒村上はみんな同じ学校で中高一緒中高一緒滋賀同盟に対抗戦とね。滋賀同盟ミスタービップで知ってはりますか？知ってます。知ってます。一番ね、有名な。ドラムなくなったんで。マジっすか？あ、そう。なくなった。いつ？いや、知らないけど。最近知った。なくなった。でも、エトシャもね、結構ね。じゃあ、手拍子もらいますか。はい。1, 2, 3, 4